子羊は、神の子羊のカトリックでの象徴。クロアチアポレッチのエフラシウス聖堂にある、後輩と十字架が書き込まれた、神の子羊。七つの封印が付された本の上に横たわる、神の子羊を刺繍した、聖杯符。神の子羊をかたどった、モラビア兄弟団の紋章。軍旗と聖杯を抱えた子羊アンファンエクによる、ヘイトの祭壇画の一部。 天使に囲まれた胸から血を流す神秘的な羊を人々が礼拝している。ケンタッキー州ルイビルの聖母秘章天大聖堂の祭壇前面に飾られた真鍮聖の神の子羊。神の子羊はイエス・キリストのことを指す表現の一つ。キリスト教神学において人間の罪に対するあがないとしてイエスが 生贄の役割を果たすことを踏まえており、古代ユダヤ教の生贄の習慣にも由来する表現である。ラテン語では、アニュスデーと表記され、日本語では、ラテン語やイタリア語などの用法に由来するものは、アニュスデー、ドイツ語での用法に由来するものは、アグヌスデーと、カタカナ書きされることが多い。この表現は、聖書に見えるいくつかの異なる要領のいずれかへの、言及として用いられる。 聖書におけるこの表現の意義は、これに先行した一連の子羊の象徴体系の文脈の中に位置づけられる。旧約聖書ので、エジプト記十二に記された杉越における生贄の子羊の地は、イスラエルの民を守り、救うものであった。この結びつきは、新約聖書のコリントの信徒への手紙一語、七で明確に示されている。パウロによれば、 キリスト教徒は、真の杉越の子羊であるキリストによって救われるので、ある。旧約聖書には、罪を償うために生贄を捧げる習慣についての記述がいろいろある。子羊は、こうした生贄に供されるものの一つであり、これをイエスに結びつける捉え方は、ヨハネによる、福音書1時29分、ペトロの手紙一1時19分で強く示唆されている。 ユダヤ教の場合と同様に、イケニエを捧げ、穢れのない子羊の血を振りまくことで、罪は許されうるものであるため、キリスト教徒たちは、穢れのない神の子羊であるイエスの血によって、信徒たちも免罪されうると信じるのである。ユダヤ教における罪と贖罪については、それぞれの記事を参照されたい。こうしたイエスによる、血のあがないを認めない立場のキリスト教神学では、 ちは罪を許すものではないとされ、イエスが説いた、改心、愛、他者への許しが、人間の罪を取り除くとされる。イザヤ書53には、彼は、私たちの病を言い、私たちの痛みを担ったという人物が出てくる。この人物については、先行する箇所で、すでに言及があり、一般的には、イスラエルの擬人化でやろうと考えられているが、キリスト教徒の中には、 これがイエスを指していると信じる者がいる。イザヤ書53によれば、この病をうしもべは、ほふり状に惹かれていく、小羊のように、自分の命を、在家のための生贄とするように黙ったままであった。一部のキリスト教徒は、この結びつきが、使徒行伝8時32分で直接明示されて、いるとして、罪の生贄としてのイエスという考えの根拠とする。 こうした神の子羊という考えを受け入れない立場の側からは、イザヤ書53の病を牛もべは子孫を持っており、独身を貫いたイエスとは異なり、イザヤ書53の記述をイエスに当てはめることはできないと主張する。キリスト教の図像学において、神の子羊とは、イエスを子羊として描いた視覚的表彰のことであり、中世以降、 通例は十字架がつけられた旗竿や旗を持つ姿で描かれる。旗竿は通常はコヒー辻の肩にかかり、右前足で抑えられる。旗竿には白地に赤十字の細長い旗が掛けられていることも多いが、他の色が用いられることもある。これとは別に、コヒー辻が七つの封印がぶら下がった本の上に横たわる図柄もしばしば見られる。 これは、ヨハネの目白録への図像による言及である。時には、小羊が、心臓のあたりから出血している姿で描かれることも、あるが、これはイエスが流した血が、世の罪を取り除くことを象徴するものである。この小羊の象徴は、初期キリスト教美術にも、かなり早い段階から現れていた。小羊の姿は、教会のモザイクにも描かれており、中には、 ローマのサンティコスマエ・ダミアーノ聖堂のモザイクのように、中央に置かれた神の小羊を取り囲んで十二使徒を表す十二頭の羊が列をなす鈴柄もあった。18世紀に、教会革新運動として成立した、モラビア兄弟団は、神の小羊を囲むように、ラテン語で、ビチート・アニュス・ノースター、イエム・シーク・アムール。英語では、アワ・ラム・ハズ・コン・カード。 レッドアスフォローヒムと記した印象を用いている。イエスを神の子羊として描くことは古代に起源があるが、東方正教会の方針霊の図像には現れない。正教会におけるイエスの描画はもっぱら人間の姿により、象徴的表現は用いられないが、これはロゴスの責務を信じることが正教会の信仰告白の一部となっているためである。しかし、 神の子羊という言葉をイエスについて用いることは否定されていない。実際、正教会の生体礼儀で用いられるパンは、子羊を意味する言葉で呼ばれる。ローマカトリック教会では、十字架を抱えた子羊の姿でイエスを表現したローのタブレットで、教皇が純秘石として宿別したものを神の子羊と呼んでいる。 カトリック教会のローマ天礼のミサ、アングリカンコミュニオニアルウテル教会の生産式、さらに、聖教会の聖方法神霊においては、聖体となるパンの分割の間に、神の子羊の祈祷文を歌ったり、唱えたりする。この祈祷をミサに取り入れたのは、ローマ教皇セルギウス一世であったとされている。ヨハネによる、福音書1時29分に見える。 先霊者ヨハネによるイエスへの言及を踏まえた、ラテン語の文言は次の通り。公共会議等文による日本語の文言は次の通り。英語圏では以下の3種類の文言が広く用いられている。これらは、英国聖公会の祈祷書、共通礼拝の手引き、米国聖公会の祈祷書1979などにも収められている。 ローマミサ天礼書の創則83は、通常、神の子羊という単眼は、聖歌体あるいは先勝者によって歌われるか、少なくとも大きな声で唱えられ、回収はこれに応答する。この故障は、パンを割る式に伴って行われる。そのため、この式が終わるまで必要なだけ繰り返すことができる。最後の回は、我らに、平安を与えた前の言葉で結ぶ。 と述べている。歴史的には、レクイエム、すなわち、死者のためのミサにおいて、神の子羊の最初の二行の交談の句が、ドニャイスレクイエムに、最後の行の交談の句が、ドニャイスレクイエムセンピターナムに、置き換えられて用いられていた。ストリート、ヨーセファットロマンカトリックチャーチで行われたミサ、ソレムニスでのエッケアニュースデーの様子、クリストフ・ニコラウス・クレーマン、 先例者ヨハネと十字架エッケアニュースデーと、小羊神の小羊という表現は、ヨハネによる、福音書1時29分をそのまま引用する形で、司祭によって用いられる。それは、生体を与え始める前に、性変化した生体を回収に見せる時である。この時司祭は、エッケアニュースデー。 エッケクイトーレットペイコタムンディー食卓に招かれたものは幸いと述べる多くの有名な作曲家たちが通常式文のこの部分に曲をつけている生産式の祈頭文の文言は多くの作曲家によって通常はミサ曲の一部として音楽がつけられてきたが中には独立した曲として成立することもあり例えばサミュエル・バーバー作曲の 弦楽のためのアダージョが合唱曲に編曲された際には、神の子羊の祈祷文が歌詞に用いられた。神の子羊は、この他にもいくつもの曲の曲名となっており、その歌詞も伝統的な祈祷文と同じとは限らない。フランシスコ・デスルバラン、神の子羊プラド美術館。ありがとうございます。